こんにちは。今回は、ビューティーコリアさんからご提供いただきました、今回はですね、ちょっとメイクアップツールの方ですね、パフとかを中心にご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回、送っていただいたパフなんですけれども、すごくおすすめのパフがあるということで、オリーブヤングっていう、ショップで結構有名だと思うんですけれども、韓国の、ドラッグストアというか、マツキオみたいなあんな感じの、総合的にこういろんなコスメを売っている、お店なんですけれども、そこから出ている、まずパフなんですけれども、いくつか種類がありまして、まず一つ目がこちらのメイクアップパフ&スポンジっていう、こういう感じで、20個入っている、こういうパフですね。よく100均とかでもこういう形売っていると思うんですけれども、私も100均で一度こういうのを買って、で、ファンデーションを塗った後にこうなじませるためにこう使うパフとして、この形すごく好きで使っていました。はい、出してみるとこんな感じの、こういう三角形のこういう形をしています。で、触った感じはすごく柔らかいですね。100均のやつの方はもうちょっとこうしっとりした感じの、パフなんですけど、これはかなり弾力というか、かなりこうふわふわした感じのパフになっています。ファンデーションを塗った後にこうなじませて使うような使い方でもいいですし、もちろん、ファンデーションを普通に塗り伸ばす、ものとして使ってもいいと思います。今日は実際に、ファンデーションを使って、こちらの、エチュードの、ダブルラスティングファンデーション、これを使ってちょっとどんな感じか見ていこうと思います。まずちょっと手の方にちょっと軽く出してみて、で、このパフをちょっとこう染み込ませてちょっと塗っていこうと思います。パフの含みは普通にいいんですけれども、こうあんまりこう浸透しすぎないっていうか、しっかりこう肌に映ってくれるぐらいの、隙間があるので、普通にファンデーションを伸ばす役割としてもいい感じですね。こんな感じですごく綺麗に伸びます。で、一回こういう感じで使ったら、何もついていない方の反対側の面で、こういう感じでなじませていくと、より綺麗にファンデーションがついてくれますね。すごく使いやすい、ベーシックなパフになっていると思います。はい、そして2つ目がこちらです。ちょっと前に話題になりました、シリコンパフですね。今度はで、オリーブヤングでもシリコンパフがあるみたいで、こちらもちょっと見ていこうと思います。はい、出すとこちらはこう涙型になっているパフですね。で、こんな感じで、ここがこう丸くこうプルンとした感じの、こういう形は初めて見ました。で、ちょっとね、周りのこういうバリっていうんですかね、これがちょっとあるので、角を使うときはちょっと自分で切ったりする方がいいかもしれないんですけれども、触った感じやっぱりこの厚みがある分、すごく柔らかくて弾力がすごくありますね。で、ちなみに私がその以前9点ですごく安く買ったシリコンパフがこちらなんですけれども、これはリーフ型のこういう形になっています。で、厚みはこれぐらいなので、結構これはねすごい硬いんですよ。一応シリコンなんですけど、全然このシリコンのこの質が全然違うんですかね。すごいこっちは硬いので、結局ね、これファンデーションを塗り伸ばすのも結構時間がかかるので、もう私あんまりほぼ使ってないんですけれども、こっちの今回送っていただいたオリーブヤングの方はすごく柔らかいので、指でこう塗り伸ばす感覚にもしかしたら近いのかなっていう今印象があります。で、ちょっとさっきのね、ここのファンデーションちょっと塗ってみようと思うんですけれども、多分使う面はこっちの丸い方だと思うんですけれども、一応これでちょっとパフというか、このシリコンの方で取ってみて、で、伸ばしてみようと思うんですけれども、こんな感じです。いわゆるこのパフのここのシリコンのところはこう吸い込み吸収がないので、少しの量でしっかりこう均一に伸ばすことができるっていう感じなんですけれども、それでもやっぱりこう肌の滑りがやっぱりこう少ないので、
綺麗に塗り伸ばすにはすごく短時間でささっとしないと、まあ、特にこういうロングラスティング系のファンデーションはこう乾きが早い、密着が早いので結構手早くやらないといけないんですけれども、今使った感じではすごく肌当たりが柔らかいのと、で意外とムラにはならなかったかなという感じがありますね。はい、そして続いてはこちらです。これは、メイクアップパフ&スポンジのシリーズの、今度は持ち手がついた丸いパフになっています。で、販売されているこの商品名に、もちパフっていう名前がついていまして、で、これがなんか普通のパフに比べると、よくクッションファンデーションに入っている、付属されているような、すごくもっちりしっとりした感じのパフになっています。表面もかなりきめの細かいパフになって、表面になっていて、弾力もある程度ある感じですね。で、これも一応そのファンデーションを、まあ、塗り伸ばしたりなじませたりするのにも使えると思いますし、まあ、クッションファンデーションに関してはそのブランドごとにしっかりこの、ファンデーションと相性がいいように作られているので、まあ、何でもっていうわけじゃないかもしれないんですけれども、一応これはなんかパウダーとかでも何でも使えるパフになっていて、普段使っているものにも大きさも一般的な大きさだと思うので何でも使える感じがありますね。で、まあ、ちょっとさっきファンデーションここ両方ともちょっと塗り伸ばした状態なんですけれども、まあ、上からこうしっかりこうなじませるために使っていってもいいですし、普通にファンデーションを塗り伸ばすように使ってもいいと思います。肌当たりがすごくね、しっとりしているので、本当にこう手でハンドプッシュしたような感じの感覚に近い、すごく気持ちいいパフになっていますね。はい、そして続いてが最後になります。これがもうね、私普通に個人的に欲しくて使ってみたかった商品なんですけれども、こちらの、よく本当にビューティーブレンダーとかリアルテクニックスとか、シックスプラスとかいろいろこの感じのパフって出ているんですけれども、もちろんビューティーブレンダーが多分一番いいっていう評価が多いんですけれども、どうしてもやっぱり1つ2000円ちょっとぐらいするんですよね。で、まあちょっと海外から、個人輸入するか海外に行って買うしかないんですけれども、こちらの、オリーブヤングのこのパフもすごくビューティーブレンダーよりもいいとか同じぐらいいいっていうような、すごく高評価を受けているパフになっていて、私もすごくこれ使ってみたかったんですね。で、形はこんな感じで、私が今使っているリアルテクニックスの、形とよく似ています。で、はい、で今ちょっと水を含ませて、ちょっと絞ってきたんですけれども、こんな感じで、そうですね、結構膨らみました。で、こう絞った感じなんですけれども、リアルテクニックスに比べるとすごく全体的にこう柔らかいですね。すごく空気を含みやすいような感じのパフになっています。で、ちなみに今私が、使っているリアルテクニックスのパフですね。これも今水で湿らせた状態で、持ってきたんですけれども、大きさはほぼ本当に同じぐらいよく似ています。ちょっとこっちの方が膨らみが大きいかなっていう感じと、ここの表面のこの当たる面ですね、若干ですがオリーブヤングの方がこっちの面の方が大きいです。で、もうこれもね、結構、数ヶ月使っているので、だいぶこう、へたってきていまして、で、私、こう、爪がね、当たるので、ここに爪の傷とかもすぐついちゃって、そろそろもう替え時なんですけど、こんな感じでもう、ちょっと割れてきているんですけれども、そうですね、触った感じは、すごくこっちの方が柔らかいです。全体的にふんわりします。リアルテクスニックスの方は水を含ませると表面はすごくね柔らかくて弾力があるんですけど、この中の芯のところが結構ずっと硬いまんまで、で洗う時にすごくね、この中の方から洗浄剤っていうんですかね、泡が何度絞っても出てくるんですよね。なのでちょっと衛生的にちょっといつも気になっていたんですけれども、こっちの方はもうオリーブヤングの方はね、しっかり中までこうギュッと絞って洗うことができるので、そういうところでもこっちの方がすごくいいなと思いました。で、まあ、肝心のそのファンデーションの、馴染みですけれども、
ちに出してみましたので、ちょっと使ってみようと思うんですけれども、こんな感じですごく肌当たりがこう軽いですね。こっちのリアルテクニックスの方は肌当たり結構ペタペタする感じで、結構強く押し当てると結構こう衝撃が来るんですけど、すごく軽い力でまんべんなく塗り広げられる感じがしますね。はい、こんな感じで、まあ、ちょっとファンデーションの量がちょっと少なめだったのでちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、すごく綺麗に使うことができました。で、この角のところとか、ちょっと小鼻のところとかも対応できますし、大きさも本当にこう握りやすい感じになってくれるので、あとは耐久性ですよね。どれぐらい前に使ってどれぐらい持ってくれるか、特に私爪が当たるので、もうそこから穴が開いてきちゃうとそこからこう劣化することもあるので、でも今使った感じではすごくいいですね。ちょっとリアルテクニックス、さっきのやつはもう処分して、ちょっとこっちをですね今から使っていこうかなと思います。はい、ということで今回はビューティーコリアさんからご提供いただきました、メイクアップスポンジですね、オリーブヤングの、スポンジパフをご紹介いたしました。まあ、これからちょっとどんどん使ってみて、また分かることもあるかもしれないんですけれども、全体的におおむねすごく使いやすそうなパフばっかりで、質もいいですし、で値段に関してもすごくお手頃な方だと思います。だいたい700円前後ぐらいですかね、ほとんどが。なので、もし気になった方は、なかなかね、このオリーブヤングの商品自体って結構旧店でもなかなか手に入らなかったりすることが多いので、ビューティーコリアさんだったら手軽に購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。